どうもこんにちは、太郎です。 NRC マスターシェフ第3弾始まりましたね。今回からまたやっていきたいと思います。まずはガチャで、リリアとジェイドを狙っていきたいと思います。単発でいこうかな。行こう。この鍵で出てくれたらいいんだけどね。さてサクサク行きましょう。もう一回。なんかさ、二人ともさ、また個性的な二人が出ましたよね。なんかリディアとか絶対やばいし、ジェイドはね、料理ができそうなんだけど、あいつ、なんかどういう動機で参加したのかちょっと気になる。なんか楽しみです、すごい。まずはでも二人をね、手に入れないことには始まらないので、行きましょう、どんどん。シルバー、エセレアなかなか出ないな。さて、デュース。さあ、来るのか？羽一つ。ちょっと結構運が悪いぞ。あ、リリアだ。リリアだけど、これは体操着。体操着ってか、運動着か。やばくない？お！ルルクかよ。びっくりしたー。さあ、どんどん行きましょう。てか、出ねえな。羽一つ。お、これはエスレア？来るか？来たね。嬉しい。リリア、見習いシェフ。マスターシェフに挑戦すること幾清楚。今度こそわしの実力を認めさせてみせる。幾清楚？今度こそ。まさかリリア、初めてじゃない？ちょっと気になるな、これ。早くストーリーに行かないと。いや、リディアの料理でさ、被害者が何人出てくるのかっていう、めっちゃ楽しみなんだけど。アズール。てか、審査員が誰かっていうのもさ、また気になるよね。それによって、なんかパーソナルストーリーとか出てくる人は変わってくるからさ、どうかなって感じです。さあ、相方が出ないぞ。相方出ない可能性あるか、これ。あと3つ。10連して、エスレアが1人ですね。結構やばいかもしれん。ボルト。あ、やばいね。これ鍵なくなっちゃう。ちょっと頼む。出てくれ。シルバー。単発ラストだな、これ。やばい。羽一つ。アズール。出なかった。え？出なかったな。これ優勝の単発一回行くか。ジェイドがなかなか来てくれない。ジェイド来てくれ。マジか。これで来てくれたら最高なんだけどな。そうねー。ラギー。え、どうしようこれ。単発で行くよりさ、これ10連しちゃった方がいいのかな。SR 以上確定時に、出る確率が、ジェイドが 30%、リリアも 30% って感じか。どうなんだろうこれ。いっちゃう？ 10 連いっちゃうか。10連いって終わりにしよう。いや、ジェイド出てくんないと困る、これで。石がマジなくなる。困る。頼むよ。なんか最初から10連しとけばよかった説あるな、これ。結局20連みたいな。闇の鏡に導かれし者よ。頼む。来てくれよ。オルト。まあ、リディアがかなり僕好きなので、被ってくれてもそれはまあ嬉しい。セデク。でもやっぱり、一人もいないの。お！これはどうだ？これは、だよな。被ってくれたね。リディア、もうやる気満々のこの笑顔よな。最高。ラギー。まさかここでさ、つまずくことあるか？オルト。お！スレア、頼む！これはまさか。うわ！リディアだけど、式典服。リディアがいっぱい来てくれる。違う！リディア嬉しいんだけど、待って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 。お！これで来てくれ！
これは違うな。絶対違う。ジャック。マジ？マジだ、これ。やばい。どうしよう。もう10年いくか。まさかここで苦戦するとは。やべえ。ね、2つ。いや、ジュリード来てほしいな、早く。エペル。さて、エスレア。来い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 。いや、この色は。リディア来すぎじゃない？リディア来すぎじゃないか？まあ、嬉しいけどさ。推しなので嬉しいんですが、あっと、これはエスレアだけども、トレイ君ですね。赤っていう時点でもう、お察しだよな。やばい。やばい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 。これ出ない可能性あるぞ。ポルト。え？マジでやばいくない？マスターシェフで、もう30回ガチャ回して。お！来てくれたんじゃない？来た？危ねえ。ジェイド。なんか吹いてる。いいね。なんかこの、ベルトの結び方が、さすがジェイド、料理が分かってるやつだって誰か言ってた。時間が許す限り、様々な料理に挑戦したいですね。マジで言ってんのか。なんかキノコ料理ってしか作んなそうだけど。ビール。いや、よかった。とりあえず出てくれて。オッケー。予想外の出費で、ちょっと痛いけど。戻りましょう。じゃあストーリー行こうか。始まったね。食、それは生命の礎。清き海、強き山、優しき大地。神羅万象を取り込み、己の糧とするがいい。お前が望むのならば、知恵と勇気を授けよう。進め。振り返るな。食の道は険しく辛い。しかし、その頂に至る時、お前は手にするだろう。輝かしき、マスターシェフの栄光を。このオープニングいつも受けるんだよな。今回はこの二人、審査会場。険しく辛い食の道、その頂にたどり着く過程で降りかかる幾多の困難。このクローリーいつもなんか無慈悲で公正なる試練を経て、あなた方が手に入れるのは絶望か喜びか。そんなイベントじゃないだろこれ。はい、というわけでマスターシェフに参加する皆さん、準備はよろしいですか？いつもの茶番が終わったか。よろしいですよ。シラバスを熟読した上での応募とは思いますが、本プログラムをおさらいしておきましょう。マスターシェフは食堂でのお手伝いを通して調理技術を学んでもらう授業です。はいはい。今は食堂で美味しい料理を食べている皆さんも、寮を出たら自力で食事を用意しなければなりません。そう。外食ばかりでは食費がかさみますし、好きなものばかり食べては栄養バランスが偏ってしまう。これ一言一句前回と一緒では。そんなことで心身を崩しては魔法師として大成するなど夢のまた夢。あーって言っちゃね。毎回このテンションを再現してるんだったらこいつマジすげえわ。末永く健やかで自立した生活を送るため、栄養素や献立についての知識をつけましょう。ナイトレイブンカレッジを進級卒業するには必修科目だけでなく選択科目の単位も必要ですが、マスターシェフの実食審査で良い結果を出せれば選択科目の単位を一つ獲得できます。これ美味しい話だよね本当に。審査員の胃袋をがっちり掴んで料理スキルと単位の両方をゲットしてください。ちなみに審査員は我が校の生徒や教師の中から審査当日にランダムで選ばれます。これもさ、なんか審査員の何気持ちとかがさあっとおもろいよな。あー今回はリディアさんかみたいなさ思うやつがいるだろうな。なぜそんなシステムになったかって、それは事前に決定すると審査員に不正な取引を持ちかけて単位を取得しようとする生徒が続出したからですよ。さすがナイトレイブンカレッジ。まったく、どうしてそう悪知恵ばかり働くのか。
おっと、話がそれました。そうそう、マスターシェフにはこのプログラムならではの嬉しい特典もあります。お金がもらえんだろ。授業の一環とはいえ食堂のお手伝い、知ってるよ。つまり労働をしてもらうわけです。もう3回目だからな、さすがに覚えた。皆さんにはアルバイト代が支給されます。はい、マスターシェフを通して働くことの大切さも学んでいただこうというわけです。学んでいきましょう。いや、太っ腹でしょ。お礼なんていいんですよ。何せ私優しいので。お礼したことないな、そういえば。さ、本当にお礼してない。あなた方を実際に指導してくれるシェフゴーストたちを紹介しましょう。お、ベテランゴーストたち来たか。よろしく。安定の3人だね。彼らは生前5つ星レストランで腕を振るっていたプロフェッショナル。彼らの指導を受ければあなたたちも必ずや成長できるでしょう。最高。慣れない作業に苦戦することもあるでしょうが、シェフたちの指示に従い頑張ってくださいね。では最後に、今回参加する皆さん1人ずつ自己紹介と志望動機をお願いします。来たね、ここから本番ですよ。行こう。3年、リリア・バン・ルージュ。志望動機は一つ、リベンジじゃ。おー、意気込んでますな、リリア。リベンジ。入学してから今まで何度もマスターシェフを受けたが、なぜかいつも単位が取れなくてのお前やっぱりか、やばいな、何回も何回挑戦してんだこいつ。じゃ今回こそ単位取りたいね、リリア。大丈夫かな。じゃが今度こそ合格してみせるぞ。審査員がうますぎて涙を流すようなものを作ってな。おお誰がリリアの参加を止めることはできなかったのか。2年 E 組、ジェイド・リーチです。お、ジェイド来たね。僕が入っている同好会、山を愛する会の活動をさらに充実させるために参加しました。山菜メインで作りたいみたいな感じかな。新しいレシピや調理法を覚え、応用力を磨くことで山中の食事をより豊かなものにしたいと思います。こいつは本当にすごいわ。僕らの指導は甘くないぞ。しっかりついてきておくれ。この料理長もちょっと責任があるぞ。リリアを何回も卒業させなかったっていう、ちょっとスキルを上げてほしい今回こそ。お手柔らかにお願いします。楽しみじゃ。無邪気。楽しみ。続く。始まったね。始まりました、マスターシェフ。いつものように見ていきましょうか。場所を選んで食材調達、集めた食材を使って調理開始。採点結果に応じてマスターシェフメダルを獲得。衣装とエンディングの開放ですね。さて、調達場所が、まあ、今回もいろいろあるということで、特定キャラクターのカードが必要。今回もね、リリアと、ジェイド入れていきたいと思います。調達中、調達して、まあ、時間経過で、調達が完了して食材を集める。で、その中で料理を作っていくって感じですね。今回の料理何なんだろうな。作りたい料理を選択、レシピ伏せられた状態。これが楽しいんだよな、結構。いきましょうね。料理の完成度、審査員が試食を行い採点をします。これさ、なんかみんなが点を上げる、何、点の出し方も、なんていうか、点数によってさ、上げ方とかが結構違ったりするみたいだから、ちょっと見ていきたいなと思います。今回は面白そう。限定賞カードとエンディングですね。お、最初の料理ゲット。料理の経験は誰より豊富な自信がある。よう言ったな。今回さ、タイトルが面白いよね。あった、これ NRC マスターシェフ豆と人生。豆と人生ってなんだこれ。豆と人生、まあ、前回と一緒ですかね、これは。遊び方、さっきのやつか、これは。いや、楽しみだな。ジェイド、リリア、限定ショップで、カードの交換。アルバムもね、今まで皆勤賞なのでいろいろと作ってきたから、今回も埋めたいな。さて、最初は何を作るんだろう。最初だけ作らせてくれる？豆腐ハンバーグかな。え、いきなり放たれてる感じ、これ。わしにはちょっと簡単すぎるレシピではないか。まあ、
何回も挑んでるらしいからな。多分豆腐ハンバーグの食材だろうと信じてちょっとやってみよう。玉ねぎ、肉、した小麦粉、卵。てか今日ハンバーグ食べたわ俺。そういえばちょうどハンバーグ食べた。豆腐じゃないけど。張り切って参りましょう。張り切っていきましょう。結構いい食材もらえてんだな。そういえば、お、エペルカリム学園長どうぞ。なんかエペルちょっとムスッとしてるけど大丈夫か。1点、2点。お、カリムいきなり2点くれる。学園長3点。甘いな学園長。とりあえず豆腐ハンバーグゲット。栄養満点の料理ができたぞなんかリリアが喋るたびに笑っちゃうんだけど。じゃあ今回ちょっと料理見てみようか。ガーリック炒め、豆なってんかなこれ。エルテンスープ全然わからん。ミネストローネ、ベイクドビーンズ、クリームパスタ、フムス、フムス何、ゴーヤチャンプル、チリコンカン。なんかまたいろいろな料理があるの。こんな凝った料理作るんだね。プライベートでもよく料理をします。二人ともねやってんだろうなシルバーとか困るだろうな。またじゃあ食材調達、まあ、とりあえず豆は絶対必要だけど、植物園牧場を風車購買部なのか、今回は植物園にちょっと派遣しようかな。はい、今回はこの5人でとりあえず調達行かせたいと思います。まあリリアのねそばにはやっぱシルバーが必要かなって思いまして、先輩のシルバーを入れました。先輩っていうかマスターシェフの先輩で、残りの2人もねマスターシェフの先輩トレイとリドルでなんとかジェイドリリアのねサポートしてくれたらなと思います。これでいきましょう。20分でとりあえずスタート。珍しい食材を見つけられるといいですね普通の食材でお願いします。ジェイドはこだわりがわかるやつじゃななんかリリアの暴走をジェイドは止めなさそうだからめっちゃ面白い、楽しみです。ということで、とりあえずね食材いろいろ集めてまた調理やっていきたいと思いますので、今回はこれで終わりにしたいと思います。楽しみですね。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。